カセットテープダイアリーズは2019年のイギリスの青春映画。監督はグリンダ・チャーダ。出演はビベイク・カルラとクルビンダー・ギールなど。1980年代後半の英国を舞台にパキスタイ系移民の両親と暮らす少年の苦悩と成長を描いている。原作はサルフラズマンズウールが2007年に発表した自助伝、グリーティングス・フロムベリーパークレース。 レリジョンロックエヌロール。なお、現代は、ブルース・スプリングスティーンが1973年に発表した楽曲、ブラインデッド・バイ・ザ・ライトから取られている。また、本作の日本語字幕は、風間マ・平が担当した。1987年、パキスタンからイギリスに移住してきたカーン一家は、ルートンで暮らしていた。 同地では露骨な人種差別に遭遇することも多々あり、一家にとって素晴らしい環境というわけではなかった。長男のジャベドはロックミュージックに熱狂していたが、父親のマリクはそれを好ましく思っていなかった。そんなある日、ジャベドが同級生から紹介されたブルース・スプリングスティーンの楽曲を聴き、大きな衝撃を受けた。そこには、ジャベドが 今まで感じてきたことがそのまま表現されていたからである。興奮の中でジャベドは心に浮かんできた詩を次々と書き留めていった。ジャベドの詩は徐々に人々から注目されるようになったが、それが原因でマリクとの関係が悪化することになる。2018年2月13日、グリンダ・チャーダが本作の監督に起用されたとの報道があった。4月11日、 本作の主要キャストが発表された。12月12日、AR ラフマーンが本作で使用される楽曲を手掛けることになったと報じられた。2019年8月9日、ソニーミュージックが本作のサウンドトラックを発売した。2019年1月27日、本作は三段ンンス映画祭でプレミア上映された。制作サイドはプレミア上映の席に、 ブルース・スプリングスティーンを招待していたが、スプリングスティーンは自分が出席することによって観客の注意が作品から逸れるような事態は避けたいという理由でそれを辞退した。2月1日、ワーナーブラザース映画とニューラインシネマが本作の配給券を1500万ドルで購入したとの報道があった。5月2日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。11月3日、 本作は第32回東京国際映画祭で特別、招待作品として上映された。当初、本作は2020年4月17日に日本で公開される予定だったが、新型コロナウイルスの流行が拡大していることを受けて7日、配給元のポニーキャニオンは本作の公開延期を発表した。本作は、ウェアードユーゴー、バーナデット、グッドボーイズ、 海底47メートル古代マヤの死の迷宮、アングリーバード2と同じ週に封切られ、公開初週末に400万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、この予想は的中した。2019年8月16日、本作は全米2307巻で公開され、公開初週末に433万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場10位となった。 本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには197件のレビューがあり、批評家支持率は90%、平均点は10点満点で7.44点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は人間の生を肯定するロックの名曲を思わせる出来だ。カセットテープダイアリーズは前編にみなぎる。 各たる自信と才能の輝きによって、観客の心の金線に触れる。また、同作の結末は観客に、もう一度最初から鑑賞したいと思わせるものである。となっている。また、メトクリティックには44件のレビューがあり、過重平均値は71、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A、A マイナスとなっている。ありがとうございます。